2018年、栃木県那須高原のふもとにオープンした那須みやびの里。広大な里山を敷地内に抱えながら、美しい自然と景観を満喫できる立地に、コンセプトの異なる2つの宿をご用意しました。ホテル森の風那須、地上7階建て全90室を備えた美しい外観。コンセプトは大正ロマン。日本の古き良き時代を感じさせる趣ある建物となっています。モダンなイメージを感じさせるエントランスホール、ラウンジにはウェルカムドリンクをご用意しています。宿泊のご案内もそれぞれのテーブルにて行いますので、ホテル到着後はごゆっくりお過ごしいただけます。全90室の客室は4タイプの開放的な和洋室をご用意しました。和のテイストと洋の雰囲気が融合した落ち着きある空間となっています。ホテル森の風那須は地上7階建て。その最上階には那須の風景を一望できる展望大浴場を設けました。日中は那須連山の風景を眺めながらゆっくりと、夜は静寂に包まれて幻想的な世界へと変わります。大浴場と露天風呂、バリエーションに富んだお風呂でごゆっくりお過ごしください。お食事は趣の異なる2つの料理をご提供しています。那須の豊富な素材を生かした創作イタリアン、フォンターナ。朝食は那須高原の極上の朝食をテーマに、契約農家から毎日届く新鮮野菜やこだわり卵を用いたメニューをご用意しました。夕食は一品ずつゆっくりと味わうコース料理をご提供。こだわりの料理のほか、焼きたて石窯ピザを各テーブルまでお運びいたします。そして和食レストランみやび。レストラン内は木のぬくもりにあふれた作りとなっています。こちらでは那須の旬の食材を使った季節感あふれる和食料理をご提供しています。朝食はぬくもりあふれる和朝食をご用意しました。栃木県産コシヒカリとご飯にぴったりの地元那須のおかずを盛り込んだお重箱をお楽しみください。夕食は和食のコース料理。こだわりの御膳のほか、各テーブルごとに料理人が提供する炊き込みご飯をぜひお楽しみください。さらに1階多目的ホールにあるお夜食どころでは麺メニューをご提供。一夜の締めくくりにぜひお越しください。優雅なお風呂と美味しい食事でおもてなしするホテル森の風那須。那須の一夜が特別なものとなるに違いありません。2020年、那須みやびの里に那須高原最大級の観光型フルーツ園、フルーツパーク森の風が誕生しました。ホテルにご宿泊いただきながら新鮮な果実の収穫体験などが行える体験型リゾート施設です。ホテル森の風那須、ホテル四季の館那須、フルーツパーク森の風、秋の観光スポットのご紹介をいたします。まずはホテル敷地内にあるフルーツパーク森の風です。フルーツパーク森の風ではこの秋、ぶどうや
リンゴの収穫体験をすることができます。こちらのブドウのハウスではシャインマスカットが実をつけております。10月上旬から中旬に収穫体験の予定です。そしてこちらはリンゴです。リンゴも少しずつ赤く色づいてきました。リンゴの収穫体験は11月下旬を予定しておりますので、お楽しみに。ホテルから約30分の場所にある那須ロープウェイでは那須連山を一望することができ、春夏秋冬さまざまな表情を楽しむことができます。関東を代表する活火山チャンス岳は今もなお白い噴煙を吹き上げており、登山客の心を打つこと間違いなしです。次にご紹介する駒止めの滝はホテルから約30分、幅約2メートル、高さ約20メートル、滝壺の水の色が神秘的で那須第一の滝と言われています。そして次は八幡自然研究時に架けられたつつじ吊り橋、長さ130メートル、高さ38メートル、ツツジ以外の季節でも四季折々の那須連山の絶景を一望できます。ホテルから約20分の場所には県文化財の殺生石があります。硫黄の香りを楽しみながら橋を渡っていくと、まず仙台地蔵が見えてきます。その先をさらに進むと九尾の狐伝説とされる殺生石が見えてきます。もともとは一つの石を祀っていたのでしたが、2022年3月5日に2つに割れているのが確認されました。さまざま噂されましたが、自然に割れた可能性が高いとされています。那須の秋を感じにいらしてください。みやびの里でお待ちしております。ホテル森の風那須へは都内から車で約2時間、東北新幹線那須塩原駅から車で約30分、栃木、さらには福島への観光拠点としてぜひご利用ください。